大阪関西万博は2025年に予定されていますテーマは「命輝く未来社会のデザイン」開催期間は再来年2025年4月13日から10月13日までの半年間そして開催場所は大阪の夢島。参加国はおよそ150の国や地域となっていましたが 北欧の国々を中心に160に増えたことが明らかになりました想定している来場者数はおよそ2820万人ですはい、ということであの大阪万博についてですねあの、イメージ映像をご用意しておりますのでえ吉村知事詳しく教えていただけますでしょうかはい。 あのあこれが大阪万博の,あの会場のイメージです、はいであの、このリングっていう大屋根ですね、これはの木造の日本の伝統の技術を使ったもので、高さは20メートル、幅30メートル、人が乗れるというぐらいの非常にあの大きなものになりますで。ここを中心として会場万博でですので 万博史上初めて海に囲まれた万博になりますそしてパビリオンは約90のパビリオンが並ぶそして真ん中にはこの静けさの森といってやっぱり緑を大切にしたいのであのそういった万博になりますこ,のこれはあのリングの上からですねやっぱ空,を空が近くて海が近くてそして世界150か国が160か国がそれぞれの技術を発信するこういったあのあのいろんなイベント広場も設けて全国の魅力を発信できるような 空飛ぶ車飛んでますが空飛ぶ車にはには人が乗れると<ー>移動手段として人が乗れるというのをこの万博会場で実現するここで英知を結集して160か国の英知を結集して未来社会を作っていけたらいいなとこういう未来に世界の課題を解決してなっていくんだなという万博をぜひのこの。 大阪関西万博で実現できればなと思います。はい、あの2820万人を見込んでいるということで、これすごい数だと思うんですけど、はいはい、東北まあ宮城ですね、はい、からのこう誘客っていうのはどの程度こう見込まれているんでしょうか。はい、あの東北からの誘客とすれば60万人、57万人を、はい、あの見込んでいます。でもう一つやはり大切なことっていうのは東北の皆さんにぜひあの本当にお越しいただきたいなと思います。素晴らしい未来社会の万博をやりますんで、ただ一方でやっぱり 万博に来た人が東,東北を訪れるということもぜひしたいと思います。うん、なので、その万博会場においては、あのそれぞれ全国各地の魅力を発信できる場を作ります。 ですので、東北の文化とか伝統とか歴史とか、素晴らしいものっていうのを、ぜひ。あの万博会場で発信していただければ、それを見て、あ、今度東北行こうじゃないかと。思ってもらえるような、仕組みも実際に、やっていきます。<あ>はい。じゃあ万博そのものもそうですし、これをきっかけに、こう相互交流と言いますか。そうなんです。<ー>最終的に、やっぱり、人と人との交流が増えればいいなというふうに、すごく思ってまして。うん、特に関西のエリアと東北のエリアって、ちょっと遠い感じもします。しますので、これを機に、あの、こう。じ 自由な生きてができればいいなってすごく思います。はい